こんにちは。こなしちゃんです。鈴木です。井戸ですこなすオルタナ女子部で、今度は銅鐸記念館じゃなくて銅鐸資料館、銅鐸博物館かなにやってきました。こちらは多分ね、撮影できないと思うんですけど、この近所にあるこれ公園かな、何公園だったっけ忘れちゃった、はい、なんか公園の中にちょっとこれね、これこれこういう感じで縦穴式住居とかいろいろありますので、こちらを見ていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。行っていきます。銅鐸博物館弥生の森歴史公園っていうところにやってきたんですけど、ここにね行きたいんだけど、古墳もあるじゃないですか。これも見なきゃ。古墳、結構古墳とかあるよ。ほら、縦穴住居とか、うんうんうん、なんかねあるね。いろいろありますね。いろいろあるね。ここもね。こんな感じで多分銅鐸博物館映せないと思うんだよね。うん、こっちから行くのね。こっから行けます。はい、じゃあここから歩いていきたいと思います。よいしょ。いやー、天気が良すぎちゃって、暑すぎ、本当に暑すぎ。これは体験、え、体験工房になってる。なんかなんか弥生土器じゃないけど、なんか作っ、あれね、あー本当だね。こっちちょっと見ようか先にね。あー、これがほら、ハスだ。ちょっと見てみて、ハス、ね、これが、これハス、これ何ハスって言ってたっけ。オーガハス、オーガハスだって。あ、ちょっと時期違うけどね、花が咲いてないけど、このハスは2000年以上もの長い間地中に眠り続けてきた種子が見事に蘇生発芽し開花したものです。1951年、千葉県何見が遺跡、県見川遺跡の地下7メートル、泥炭地層下の青泥中、青泥中に丸木舟などの出土品とともに埋もれていたハスの種子3粒が、大賀一郎博士によって発見されました。このうち1粒の発芽に成功し、オーガハスと名付けられました。当館では1988年の開館開園にあたり、太古のハスを公園で栽培したいと考え、鳥取県林業試験業より譲り受け、今日まで栽培しています。なんで鳥取県に行っちゃったんだろう千葉県から。立派ですね。立派だね。すごいね。ほら、はい、ではこっちちょっと行ってみよう。これは、え、それにも入れるんだ。入れるみたい。ちょっと誰か入ってるからあれだけど、こっち入ってみようか。こっちも入れる。こんな感じになってるのね。真っ暗だよ、ほら。真っ暗ですが、おう、こんな感じ。おお、わあ、涼しいね。涼しいね。まあ、縦穴、縦、これ、これ縦穴っていうの？縦穴式住居ですかね。縦穴式住居。モンゴルのあれ。ああ、本当やね。ね、本当にこれが住居だったかどうかはね、わからないんですけど。それは入れないみたい。なんか入れないようになってるね。え？柿が落ちてる。え、ほんと？田舎。
これが高床式ね。これほら赤米水田と石舞台山の神だって。え、行かれないじゃん。へえ、すごい。これ蜂が出るから通行禁止になってるみたい。で、これが赤米の水田で、銅鐸のお祭りが行われた弥生時代は稲作が盛んになった時代です。ここでは古代米の一種と言われる赤米を栽培しています。入れないみたい。でもあそこなんか石垣みたいなのあるよね。石垣みたいな感じであるんだけど、あそこ。ほらほら。あの奥。あの奥。石垣。入れないみたい。蜂出るって危ないから行こう。うん、こっちが銅鐸の博物館なんだけど、取れないと思うんだけどね、多分ね。あれはど、あ、ここちょっと池があるの？ちょっと池見ようか。こっから見える？あ、本当だ。なんかある。あ、何あれ？すごい。ハスが咲いたらすごいんじゃない？え、なんかハス？違うんじゃない？睡蓮って書いてたよ。睡蓮か。うん。これ睡蓮って書いてたような気がする。あ、ほら、あ、これこんな感じになってるの。あ、咲いてる。あ、咲いてる咲いてる咲いてる。ほら、ここね、咲いてますね、ちょっとね。綺麗だね。綺麗ですね。ね。うん、あのさ、そのここ博物館に入る前に古墳見ちゃった方がいいかな。 あ、そこにあるよ、ほら。あるある、なんかあるよ、ほら。奈良みたいなのがある。奈良みたいなのが、あ、ほらほら、これね。ここ位置わかるかな。大岩山古墳群って言うんだって。古墳時代の約300年間に鳥羽、古都、天王山、大岩山、大塚山、亀塚、丸山、兜山、宮山1号、宮山2号など10基以上もの古墳が同じ丘陵上に次々と築かれた。これらの古墳はこの地域を治めた政治権力と首長墓の変遷をたどることができる第一級の資料である。1985年2月7日に文部省告示第15号により1941年に指定された丸山古墳、高山古墳に現存する6基の古墳が追加され、大岩山古墳群として名称変更された。今年度からまず宮山2号墳の環境整備事業を行うことになった。で、こんな感じなので、これね、多いんですね。多いようだ。でもね、滋賀県すっごい古墳多いの。すごく多いの。で、これが、あそこに書いてるあれだけど、ちょっと待ってね。このさ、亀塚古墳っていうとこなんだけど、ホタテ外式古墳ってあるって何？ホタテ外式って。ホタテ貝に関係するんですかね。え、どういう意味だろう。ホタテ貝、生桑神社の北西100メートルにあるホタテ貝式古墳であると書いてある。現在は直径約30メートル、高さ 2.5 メートルの円形の部分が2段に残っており、前方部は削られて存在しない。集合は馬蹄形に墳丘を取り込んでいる。墳丘から収集された円筒埴輪から大塚山古墳について5世紀紅葉に作られたものと考えられるってあるんだけど、わからないの。どこどこ？今ここじゃないですか。で、ここにあるのが宮山2号。違うわ。え？これは何ですか？その小森という。そうそう、あれちょっとあそこに行ったらわかるかもしれないけど。あそこにも表示ありますよ。
そうそう、ある。結構点在してるってことですか。そうそうみたい、そうみ、そう広範囲にね。25分でと思ってた。ねえ。うわ、これだって見てこれ。これは多分宮山2号。2号分。ちょっと行ってみよう。あそこにもね、あるある。あれがあるかな。うん。うん、なんかこれ、よくこれどうなってるんだろうね。こんな感じの場所なんですけど。あ、宮山2号墳ね。ちょっと説明をちょっと読んでから。入れるみたい。入れるみたいだよ。入れる。入れるよ。宮山ね。これね、宮山2号墳。大井山から北へ伸びる尾根の東に位置するこの古墳は1962年、昭和37年の銅鐸発見の契機となった土取り中に発見されました。石室の天井及び奥壁の一部がなくなり、木の根などによって側壁も崩れそうになってきました。で、1988年11月から1991年3月まで石材の補充、石室及び墳丘の積み直しと周辺の環境整備を行いました。墳丘は直径15メートル、高さ 3.5 メートルの円墳で、現室、棺を置く部屋と先導通路を持つ横浜式石室は南南西に開いています。現室内には花崗岩を組み合わせた棺が安置され、棺の底石には側石を建てるために何型 の溝が作られています。なんて読むのかな。入り口の両端には4段に石が積まれ、石室中から末木や耳飾りが出土しています。この古墳は大岩山古墳群の古墳群中最後の古墳で、600年頃に築かれたものと思われます。ということで、入れるみたいなので今からこれに入っていきたいと思います。あ、なんか狭いね。狭くない？狭い。思ったより。天井も低い。ああ、こんだけ？こんだけ。もっと中広いと思う。そうそう。だって周りすごい広い感じしたでしょ？こんな感じですよ。まあ、石室って後で置いたんだろうと思うけどね。ねえ。こんな感じね。うん、こんな感じです。はい。銅鐸博物館にやってきました。あ、さっきのところこれなんだ、ほら。マガタマとか土器とかハニアとか作れるみたい。ブラバン、ね、ブラバンですね。何ブラバンって何？透明なやつに書いて、うん、オーブントースターに入れたらシューってなるやつ。へえ。縮むやつ。へえ、そうなんだ。マガタマも自分で作れるよ。1時間かかるって。700円だって安いね。ああ安い。でもあれは別料金かな。土笛もできるね。こういう感じで、あ、こんなのもあるんです。そうそう、こういうのもあるよ。鏡だって。秋はこんな感じがするんだ。ね、そうそう。何これ今度。平家ゆかりの地を安を訪れる。面白い。何？安は平家ゆかりの地なの？安平家ゆかりの地なんだね。ね。2.5 次元ね。ああ、そうかな。どうなんだろう。でこれで何かが当たるっていうのね。集めて。大見湯が当たる。大見湯が当たる。そうか。300円。はい。いい音ですね。いい音ですね。すごい、これ8000円だって。お香、お香立てと一緒になってる。あ、お香立て
手がついてる、うん、でこっちが流水門銅鐸4万円こっちが綺麗だね、うんうん、鳴らせますね。あ、本当だね、綺麗だね、これね。これは今からおよそ2000年前弥生時代に作られた不思議な青銅器で、銅、鈴、鉛の合金で鋳造されています。弥生人たちが何に使ったのか、この形や文様にはどのような意味が込められているのか。銅鐸は弥生時代に限り存在し、古墳時代には姿を消している。以後2000年もの間途中に眠っていたのでです。銅鐸は日本で発見される考古学的遺物の中でも多くの謎を秘めた優れた文化遺産です。銅鐸の謎が解ければ弥生時代の政治や宗教、生活習慣などかなりの部分が明らかになると言われています。1988年から和銅館工房において古代の技法による銅鐸鋳造の研究に取り組み、弥生時代でも入手可能な材料と道具により原始的に素朴な技法を考案、今日実験考古学の分野でその研究が認められ高い評価を得ることができました。この銅鐸はこれらの経験の銅鐸博物館監修のもとに滋賀県野洲市大岩山出土流水門銅鐸のを2分の1モデルで制作。太古の人々が何を思い、どのような暮らしをしていたか、古代ロマンをこの銅鐸から感じ取っていただければ幸いです。これね、これへ、あ、これがさっきの鳴らすやつだ。いい音だったよね。いい音でした。ね、これ銅鐸は今から2000年前の弥生時代に鋳造された青銅器で、農耕に際して悪霊を払い、大地の神祖先の霊に感謝し、豊作を祈る神聖な祭りに用いられた祭器であると考えられています。特に古い銅鐸は振り子、舌を伴って見つかったものや、舌を吊り下げるための半円形の品を備えたもの、内面に巡る突体の豆つしたものなどがあることから、振り鳴らして使用されたことが明らかです。この銅鐸は滋賀県草津市から出土した日本最初の銅鐸をモデルとし、ほぼ実物大で復元制作したものです。銅鐸の中で古いもので、全体に厚く釣り手と魚辺に、あれなんていうの、には三角形を連ねたなんとか刃文を飾り付け、身には縦横に四角紙文様を配して四区画の袈裟なんとかもなしています。銅鐸も他の出土例を参考にして制作しました。成分については古い銅鐸の成分比を考慮し、銅 76%、 鈴 16%、 鉛 8% の比率で鋳造しています。吊り下げで古代の音色をお聞きください。へえ、これね、さっき鳴らしたやつでしょ。これね、これが作れるって言ってたやつ。へえ、なんか随分大きいまぶかたがまが作れるんだね。スチームで。これがこんな感じで。日本最大の銅鐸、触ってみようだって。高さ 134.7cm だって。重さが 45.47、 日本一大きな銅鐸ですって書いてる。銅鐸は銅と鈴に少量鉛を混ぜて溶かし、鋳型に流し込んで作られた鋳物で、出来上がった時には黄銅色の輝きを放っていました。
でこれが銅鐸は弥生時代に祭りのベルとして誕生し、 BC4 世紀頃近畿地方を中心に村々にとって最も大切な祭りの道具として発展した。この安市大岩山からは弥生時代後期 AD1 世紀から2世紀前半の銅鐸が24個発見され、それらは頂に渦巻き状を持つ近畿式銅鐸のほか、綾杉門を特徴とする東海地方の三円式銅鐸が含まれている。へえ、だからこれね、これが日本一大きい銅鐸って言われてるけど、いやだからこれも鳴ったってこと？鳴らしたのかな、これ。穴開いてるもんね、ここにね。響くよね、そしたら響くのかな。やっぱり鳴らすもんなんだよね。吊るすのかな、あそこ。だからあれ、お寺のあれと一緒。鐘？うん。かな。ね、これがほら土器、弥生の土器、弥生の土器、弥生土器。でこれが空から見た安市。すごいね。今どこかもわからない私。どこなの今。現在地ってどこ？あ、この位置っていうの。位置は何？え？平野から見た三上山。だって三上山のさっきここ行ってきたじゃない。ここ三上神社じゃないですか。違うよ、三上、三上、ここ三上神社、さっきの三上神社どこ？ここですね、これ、うん、これですね。あ、それだよね、あ、ここね、はいはい、こんな感じ。はい、ではここからはダメなのよ、撮影が。